清水 48! バンどうも始まりました。キャンパスの徳島でキャンパーナナイトというわけで、本日8月19日、火曜日の配信です。8月19日、火曜日の配信です。8月19日バイクブンブンヒーということで、どうもどうも、絶好調のキャンパスボーイ清水博美です。お願いします。本日はちょっとね、自分の部屋を飛び出して配信をお届けしております。なんで Wi-Fi がないのでね、映像がちょっとぼやけてるかもしれませんが、皆さん気にせずに。でも結構こう今僕のパソコンの方では結構綺麗に映ってますね。うん、いい感じいい感じ、 OK ということでね。えちょうどこのポスターもね、もう光の加減で全く何かわからないというね、額縁だけしかわからないという、あ、ちょうどいい感じに。さあということで、まあ今日も元気に朗らかにやっていきたいなと思いますね。昨日はチューイングガムを食べてね、チューイングボーンしておりましたが、今日はね、まあ何をしようかなと思ったところですね。まあ何とは言わないですよ。皆さんも何とは言わないでくださいね。関ジャニ∞が最近ね、よう CM やってますけども、あんな CM を僕もやってみたいということで、今日はそんな配信をしようじゃないかと。何とは言わないですよ。何とは。ということで、まあ、今日はそんな配信をやっていきたいと思うんですが、まあ何ですか、昨日と一緒です。僕のね、幼い遊び心でございます、無邪気な清水でございますから、ブンブンヒア関係ない何も関係ない、 BKB でもかかってないしね。他何やったっけ、俳句の日やったらしいですよ今日は。あと言うたらね、俳句難しいな、句が分からない、季語が分からないかな。無邪気な、いやちっちゃい、いやどうなんやろうな、うん、難しいな、ちょっと考え出したら難しいな。はい、ということで、何も出てこなかったです。何も出てこなかったです。まあ、そんな感じで今日はやっていきたいと思いますが、こちらですね。小西さん、ひろたん、みなさん、みなたん、キャンパンは、キャンパンは。来ました、あかりちゃん、キャンキャン、キャンパンは、と、キャンキャン、キャンパンは。きみこちゃんもキャンパンはーと。で、アウロさんとオニオネさんがね、なんとなくもうこの部屋が誰の部屋か分かったぞと。ルータンさんキャンパンはーとね。エイナちゃんもキャンパンはーと。なんかいつもの部屋と違うと、ルータンさんがね。そうそうそう、角度をちょっとずらしただけではないんですよ。まあ、いろんな部屋を見せてきましたが、ここから配信するのはね、2度目でございます。 2 times、 はい。2 times で笑いが取れるっていうのも嬉しいですけどね。はい。まあ大体ね、こうなんとなくもう多分ね、分かってきます。あ、かすみがお久しぶり、キャンパンはということでねえ。西矢の配信からね、引き続いて見ていただきましてありがとうございます。今日もねやっていきますが、昨日ねちょっとなぎなぎのチャットの方になぎなぎがねコメントくれたんですが、ちょっと気づかずやって、申し訳なかったですが、はい。まあ今日もちょっと無邪気な僕をまあ、見ていただこうかなと。まあ言うてもただただ遊んでるだけの僕なんですけどね。ちょっとやっていきたいなと思いますが、ではしますか、しますか。はい、関ジャニのようなねことをここでやりますんで、はい、関ジャニのようなね、何か言わないでください、みんなも。ではス
タートしましょう。はい。あ、え？あ、これでいいんですね。はい。ほな、どうしましょうかね。そこ行きましょうか。バナナにする？バナナで行きましょうか。バナナにしようか。はい。超各部屋ですか。そう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 。ここに、ここにね、僕ここのドアのところにね、蝶を描きたいなと思って。それだけはやめて。ここに右の羽、ここに左の羽かけて、で、ここをパタパタさせたいなって。そしたら蝶がこうパタパタしてるように見えるっていう。めっちゃダサいから。モンシロ蝶やな。アゲハちゃうかい。あ、始まるよ。始まりますね。さあ、いよいよ、あさあさあさあ、ねえ、まあ、なんですか。こうもね。謎取りました。あ、謎謎を。僕もお金取りました。わあ、危ねえ。うわ、もう。もう。なんなん、もう。なんなん。ちょっと。ちょっと。はい。あ、よっしゃ。早い。アリ地獄から出てきたよ。さあ、こちらね。ブンブン、危ない。ブンブン。ブンブン。ブンブン、レッツゴー、ヒーヒーあぁ。全然ちゃってこないけど。やばい、なんか向こうで暴行事件起きてましたよ。ちょい悪親父のバナナに滑ってしまった。あ、危ない、あ、危ない、あ、ブンブン、あー、なぞなぞ取れんかった。クイズがね、クイズがさあ、でも僕は今順調に来てますけども、後ろからなんか来てるよ、なんか来てるよ、来てます。いい、いいね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 、いいよ。待てー、このまま行くよ、これ。僕このまま行っちゃうよ。あー、なんか怖いの来てる。あー、あー、あ、なんかと、誰かが、向こうへ、怖い、後ろから怖いやつおる。どうしよう、どうしよう。狙われてる、俺ら。やばいよ。やばい、やばい。やばい。ちょい悪い親父の。あー、あー、やばい、やばい、やばい。最悪だ。ダブルできた。やばい、俺、その一瞬で全員に抜かれた、今。え、そんな、まあ、おお、え、そんな僅差、全員。最悪だ。はい、ここで、ここでちょうだい、ここでちょうだいよ。よいしょ、よいしょ。やばい、やばい。しかも、ここでこれ。よいしょ、ああ、ああ。ちょっと、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 ああ、つらいの。ここはクーラーをつけているんですか？まあ、ついてます。あかりちゃんが大好きな人の声が聞こえるよね。声でわかるっちゅうねんな。うん、え、あかりちゃんってあのあかりちゃん？あのあかりちゃんです。マジで？はい。見てくれてるんやな。そう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 。危ない。危ない。一瞬僕物が映りかけましたけど今。危ない危ない。いいよ。よし、次の。こんな感じで。CM 撮影してるんですね、あれね。ただただこの後半30分、今日は、遊ぶだけの30分でございます。まあこんな配信があっても、おお、面白いんじゃないでしょうか。あ、最高。おうおうおうおおマイクッドね。意味はあらまあっていう意味です。
い、はい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 、いいんですか。ここはちょっと曲がり角が多いですね。おお、怖いのおるぞ後ろに。おお、怖いのおるぞ後ろに。うわ、前におる。あ、やめてくれ。ブーメラン、ブーメラン、ブーメラン、ブーメラン。いや、あ、ふざけすぎた。あ、ああ。いや、俺らもうああしかない。ああ、ああ、つらい。つらいよ。まだまだ負けるわけにはいかんのですよ。はははなぞなぞ取れんかった。最悪。おお、俺こんなしたら9番目？え？ 10 番目？あ、またもう誰やねん、置いてったん、置いてったん。ちょっと、もう早い早い。アイテムないやん、ほんで。あ、俺、いつの間に抜かれたんや。いつの間に抜かれたんや。顔、顔、井上陽水やん。よし、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 ちょうだい。よしよ、ちょうだい。今よ、よずないの？あ、よずあった。これあ、どれでも玉入ってる。どれでもよず、どれでもよず。真ん中のよ、ま、一番奥がいかついよず。あ、ほら、これよずいちゃう。多分、それが一番いかついよず。これいかついよず。あ、やばい、あ、これいかついよずやな、これ。お元気ですか。お元気。お元気ですか。私も元気です。いいですね。画面があまりよく見えません。お元気ですか。ホテルはどこですか。私のホテルはどこですか。また顎痛なるんじゃん。ホテルはどこですか。どこですか。桜に。このキャラはずっとやらないとダメですか。とりあえずここ終えるまでこのままでいきましょうか。配信終わるまで。配信はどこですか。バカ野郎。この野郎、前にいてるやつ全員。1位どこですか。ここですよ。リバーサイドですか。夏は過ぎましたか。夏は過ぎましたか。最悪や。最悪や。最悪ですか。私は疑問形しか言わないですか。肯定も言いますか。口角がもう痛いですよ。最悪じゃん。誰？うわ、危な。後ろ危ないですね。なんかいますね、後ろに。あっ、あっ、
取れなかった。イエーイ。めっちゃホリデー。皆さん見えてますか？いかついのへよせやな。笑いのクオリティ低いですね。モノマネのクオリティも全く低いですね。これはもう用水ですか？これは B ボーイ。イエイイエイイエイ。行くぜ。ほら、ファイナルレース。聞くに黙り込んだぜ。踏んでないぜ。何も。放送事故です。ただいま。誰も喋らない。誰も喋らない素顔の清水くん。こんなんばっかり言うてます。二人でいるときこんなんばっかり。まともに日本語を喋ってないです、僕たち。ああ！前が見えません。前が見えません。おお。おお。おお。落ちた。フォール。あーおーうおうおうおうくんの乗るちょいわる親父にやられました。皆さんやられましたよ。あ やめて、この人最低ですわ。やめて。いや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 、ああ誰や、何もあったんや俺に。誰かが何かあった俺に。何があったんかも分からへん。おわちょ待って、ちょ待って、ちょ待って待って待ってねえ。おお、これ最後だったよ。Why? Why? Why のドライブ。これやったアジアの、アジアの日本じゃない国の方みたいや。はい、待てよ。チュうん、さらへよ。いいよ。あ、終わった。いやー、まあこんな CM いかがだったでしょうか。いえ、さあ、しすぎたら顎痛めましょう。声変わってます。
あ、俺声変わりこれ。そう、このタイミングで声変わりした今。びっくりした今。ちょっと さあ、しすぎたら顎痛めます。いえ、暗くて文字が見えない。いろんな人になれるんですねと、面白いですと。ねえ、ねえ、だからここにあのシャープがあるんですよ。シャープのね、空気清浄機で、ここにね、こうやって顔を置いて、ここから手出したら、これシャープマンですから、僕。俺の体はシャープだっていう。ね、何でもできますからね。いえ。今日はこの帽子とこのサングラス、10名の方にプレゼント。あかんから。どうもありがとう。と、10名、プレゼント。どうもありがとう。めっちゃいい踏んできてる。キャップ、俺のこの姿とギャップ。グラス、このレベルの違うクラス。おう、かも、イエー。ないかな。ネタ切れ。ただ俺の言葉切れ。手洗う、それは切れ。めっちゃうまいこと言ってきてる。いえ。ああ。おもろい。思い浮かばない。そんなことはないと。キャンパラない。イエイエイだけ言ってたら何でもなるっていう。イエイ、ここイエイぐらいの。イエイ、なんかイエイ。超書こうか。超書こう、もしくはか。モスキー、それモスキー。ちょいちょい入れてくるこの韻踏み、ちょいちょい入れてくるインフミ、それを言うヒロフミ。めっちゃインフミしてる。清水これを言う、誰もが誰も見ず、清水を誰も見ず。イエー、繰り出すこのラップ。イエーイ用水からのラッパー、用水。10等分にするんですかと、これバサ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 10等分に、等々分に、等々分に。ひろみさんが、しんずくん大好きな T 君といてると楽しそうですね。ああ、プライベートの相方です。相方だよな。相方、
会いたかった様子やりすぎて顎痛かった。うまくでかんな。難しいな。やばいよ。難しいわ。物を探す。何かないかと物を探す。なんかちょうだい、なんかちょうだい。なんかちょうだい。気がついたら今26分やってますけども。さあ、あかりちゃんのあれは？あ、そう。あかりちゃんの。ねこれ、そう、あかりちゃんありがとう、これ。逆になってるけど、だもっきり。逆。これギャグ。ギャグ。イエーイ。テレビの下に。これすごいなぁ、全部僕ですよ。全部僕ですよ。まあでも一枚だけ写ってるけど、ここに僕がいてるんですよね。これ渡るくんと一緒に撮ってるね。あの淡路島のキャラクター、ちゃんと渡るくんやから。これ登録もおったんだよ、確か3体ぐらいおんよ、これキャラクター。淡路島のね、高速道路のねキャラクターが、ワッチュやってねえ。あ、これねえ、ヤマピーとも比較されてますね。これヤマピー、ね、え、そっち僕やな。え、これそう。これちゃうの。これちゃうの。これヤマピーでしょ。こっち、いや、これはモノマネの方ですか。モノマネの方ですよね。すごいね、これも手作りで。そう、めっちゃ嬉しくて、部屋に飾ってる。あの、ほんまにね、これ、あれ、テレビシャープのアーコスじゃないかい。ありがとう。その下に。しかも VS 嵐のね、横に飾られてますから、ほんで。はい。こちら。よいしょ。え、待って、恥ずかしい。ごめん。ごめん。いや、もう、ねえ。飾ってますから、綺麗にこう、めっちゃ一番目の、入る位置やね、これ。ほんまに。プライベートの相方いいですね、と。ほんと仲良しですね、と。いや、そんなことないけどな。めっちゃ仲いいやん。さっきもグーでこう、すごい。な、ここばっかり。お盆もめっちゃ遊んだよ。ここばっかりだからよ。いや、お前ら、もうなんだかんだでお盆もね、ずっと遊んでましたね。で、お盆あげても遊んでるからね、今。そう、ただね、もう、この2週間ぐらい会わんようになるからな、また。そうやな、え、あれはな、洞窟を掘る仕事ってからね。違う違う。あの、お金に困ってるから。地下鉄の、なんかな。なんかバイトするんでしょ、ね、地下すごい50メートルぐらい下に。すごい仕事やな。そういうバイトに、これが2週間そこで泊まり込んで、行ってくるんだよね。だから、逆に俺がドラマとかね、映画とかいっぱいからちょっと、なかなかね、会えないんですけどね。俺ずっとこの格好でしちゃいけないな。ほんでな。いや。これは、何の、
なんかお店のやつ？そう、これもハリウッドランチマーケットで買って。あ、そうなん。SFO やから。うん。あれどこやったっけな？サンフランシスコ、なんかどっかの空港みたいな。うん、え？サンフランシスコ、あでもまあこうでオーあるか。清水博文お友達。ボッボッ。めっちゃ無理やり。出てこないまだ。サンフランシスコ国際空港じゃん。あ、SFO？ これサンフランシスコ？サンフランシスコなの俺。あ、あさって SFO 行っていく。マジで？これかぶっていこうかな。UFO じゃなくて？これかぶってたから俺。到着してこうやって。到着したこれこういうのやったよ。あのレディーガガこれ今度ちょっと5時間でこうやってやろうかなんでレディーガガが日本の羽田かどっかに到着した時の成田かな到着した時のあのカメラに見せたこう手の振り方もうこの支える手は何って思ってこうご飯食う時にこうみたいな感じですよ上品やな上品にアラビジャパン言ったからこれで。本当僕 SF を切ったらどんだけサンフランシスコ好きなの。お前ね、逆にこれでシアトルとかなニューヨーク行ったらアウトやね。多いで。多いで。洞窟掘る仕事と2週間会えないって小人同士が言うみたいな言葉だねと。あかりちゃん頑張ってください。頑張ってくださいの。ありがとう。サナピーが、お二人いつからのお友達ですかと。生まれた時からやったかな隣の病室。隣の病室かどうかやったよな。そうそう。いや、まだ、正確には。でも、2年はかったか。なあ。2011の末に会ってるのね1回目が飲み配信2012の末かあそうやなあれ2011じゃない11そうやな2011そう龍が如くの前くらいかなそうやなからまあこれはすぐいいかだけどなその身のつやな。半年ぐらい前の仕事にとって、で、その後からやね。でも、もう2年ちょっとぐらい。2年ちょっとか。2年半ぐらいは行くかね、もう。おうん。ぐらいやね。早いな。早いな。遊びすぎちゃう今思った俺。俺思った今。2年半、多い時週7でおったし、週1では絶対遊んでるし。遊びすぎちゃうめっちゃ遊んでる。それは。今思ったわ。どんだけ仲いいん？ほんまや。これちょっと。ちょっと彼女作りなさいよフライで乗りなさいよ同じそっちこそ人に押し付けるという宛先はこちらですこれ募集の前世かお友達らしいのねえあなんかあったかもしれないですね前世でね、うん、あだね、前世ではね、もしかしたらこうモップの柄の部分とこう雑巾の部分が分
机の部分でよかった。人でもない。うん、かもしれないね。もしくは椅子の座る部分と膝きあ肘掛けるとか膝掛けて。ちょっと休みしたらえらい格好になってるで。ラッパーになってしまいました。小人同士みたいな会話になってるね、と。ねえ、間違われますけどね、よくね。普通な顔ですよね。これをほんま恋人同士で、背中でな。お待ちしております。Right here, right now! イエーイ、ここやから、なんか、イエーイってまた決めてるみたいな。イエーイ。あ、スロンガーツさん、あんた誰？皆さん、キャンパンはと。あんた誰？と。どうも、キャンパスボーイ。ちょっとショーボーイ。芸人、あかんがな。あかんがなってね。自虐。めっちゃ自虐。あ、春夏。見に来たら、声が聞こえると。ムックさんも見てて楽しそうと、仲いいですねと。赤ちゃんがずっと笑ってるってね。もうね、あのね、何言うても笑うんですよ。ねえ、何言うても笑うんだもんな。あ、これ笑わなかった。これ笑わなかった。ごめんなさい、何言うてもダメでしたか。はい。ごめんなさい、僕のちょっと嘘つきました、今のは。いや、何言うても笑うんだよな。おかしいな。これほんまに10等分にしようかな。あ、ひろみさん反映されていないのかなと。いざまにか僕もラッパーに変身しております。二人のやりとりめっちゃ楽しいですねと。ありがとうございますねえ。いやだんだん見てる方もちょっと増えてきておりますね。だんだんと38分やっております。38分ですね。はい。ということで、さあ、以上ですね。このサングラスを1名の方にプレゼントということで。あかんか。やりましょう。皆さんやりましょう。愛用のこれ一面にプレゼントです。ねえ、本人が握った。これ一面の方にこれプレゼント差し入れておきますね。宛先はこっち。これだったら OK。これ変。いや、これ清水くん本人じゃん。まあね、腕鍛えてますからね。ねえ。ねえ、ほな。いや、目の前にあるパズルのこのかけら一枚プレゼントね、永遠に完成することのパズル、この一番角の角です。これやめて。角の角、飾れようになるから。ここプレゼント、オセロやったらいいところ。しかもこのパズルほとんど清水くんが。いや。ちょっと、ないんかな、なんちゅう格好してる。それをオンエアにできないのが残念やわ。オンエアにできるのが残念やわ、これ。なんちゅう格好してる。みんなに見せてあげたいわ。鏡で見せたろか、反射させて。
欲しいですって視聴者プレゼントゲットで次こそガム10個食べてなぁと。そうそう、明日はね、僕の10、あ、違う、明日は水曜か。で、明後日が僕の15分配信なんで、明後日10個ガム噛んで、チューイングボーンしますんで。はい。噛んだやつあげるんだ。いや、だから昨日北所さんがもらったガムを膨らますっていうのをやってたんだけど、2個食べてパチッなんて、めっちゃちっちゃくパチッなんて、もっとでっかいの作りたいの。で、10個食ったらそれぐらいいくんちゃうっていう話を昨日なって、でも、じゃあ次、15分配信の時、10個食べよう。そんな話になって。はい。さあ、もうそろそろ配信終わります。はい。じゃあエンディングかけとこうか。よいしょ。じゃあ、はい、ということでエンディングはフューちゃん通信中です。というわけで、皆さん今日はね、またまあ無邪気な、男2人を見ていただきました。まあ片方しか出ておりませんが、ごめんなさい、足だけ映ってるわ。ちょうど足首から映ってるわ。足首から。ね、映ってました最後。足首だけ映ってるわ。その足グイー。あーで、リアクション、顔が命じゃない。顔が映ってないっていう。これも足しびれた。ファン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 、ほらファンに変わったの。僕は足だけ映った男。しーちゃんしーちゃんで。何にもしてあげらんないけど、まだまだ足だけ映ってる男。しーちゃんしーちゃん、このまんまで大丈夫だよって伝えに来たんだよ。僕はラッパーみたいな格好してる男。しーちゃんしーちゃん、僕もしーちゃん。さあ、ということで、明日も夜10時から配信します。ぜひともまた見てください。そして、まだまだ単独ライブのチケットございますので、お求めの方は僕の Twitter、Facebook などで、お名前、枚数、コメントお願いします。8月31日、キャンパス越えの単独ライブ、徳島市の徳銀ともにプラザにて行います。午後3時からです。ではでは、終わりましょうか。最後まだパネルでこうやっていいですかね。あ、春夏ももう終わってしまうんですねと、また見に来ます、キャンパってくださいと。はい、キャンパります。キャンパー出てこない出てこない。キャンパキャンパル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 にパル未来から来た男。フューちゃんフューちゃんということで歌ってごまかす。では終わりましょう。明日も夜10時間見てください。明日もキャンパラナイト。
ください。